こんにちは。今日はシースルーネイルを紹介します。まずペーパーパレットを用意します。なければアルミホイルやクッキングシートでも大丈夫です。パレットに黒とクリアジェルを出し、それらを混ぜ合わせます。作ったカラーを人差し指、中指、小指に塗っていきます。作った黒がちょっと薄かったので、パレットで黒を少しずつ足しながら塗りました。硬化が終わったら二度塗りをします。私は二度塗りしたんですが、一度塗りでも十分だなって思う人はそれでもいいと思います。薄いカラーはムラになりやすいので、ムラにならないように気をつけながらゆっくり塗っていくといいと思います。それでは土台ができたので、次はデザインを描いていきます。人差し指と小指に細い筆と薄めない黒を使って周りを囲っていきます。修正をしながら二度塗りをします。次に乱切りホログラム、トップジェル、ピンセットを使います。全体的に薄くトップジェルを塗ったら、ピンセットを使って乱切りホログラムをランダムにのせていきます。人差し指にも同じように薄くトップジェルを塗り、乱切りホログラムをランダムにのせていきましょう。この時に乱切りホログラムが重なってしまうと厚みが出てしまうので、できるだけ重ならないようにのせるのがポイントです。そしたら次はホログラムが埋まるようにトップジェルを塗っていきます。この時に多少ホログラムが飛び出ていても、後でファイルで削って整えるので大丈夫です。いろんな角度から見て爪の形を整えましょう。人差し指も同じようにトップジェルを塗っていきます。ジェルが流れたりして厚めに塗るのが難しい場合は、薄く 2,3 回重ねて塗るのもいいと思います。未硬化ジェルを拭き取ります。その後指で触ってホログラムが出ていないか確認します。それでホログラムが少しでも出ていたら、ファイルで削って表面を整えましょう。削れ終わったら指で触って確認し、ダストをしっかり払います。そしたら最後にトップジェルを塗って完成です。次に中指ですが、中指は黒でストライプ柄を描きます。細い筆を使って好みの太さになるまで描きましょう。次にシルバーのラメのジェルを使います。黒い線の横に黒より細めのシルバーのラインを引きます。この時に均一にラメをのせたいのですが、なかなかのりづらいので、何回かに分けてのせるといいと思います。すべてのラインが引けたら硬化します。最後にトップジェルを塗りましょう。トップジェルを塗るときに爪の形が変になっていないか、いろんな角度からチェックしてみましょう。未硬化ジェルを拭き取って完成です。今回はちょっと大人な感じのシースルーネイルをやってみました。工程がとても多く感じるのですが、一つ一つはとても簡単な工程なので、ぜひぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。
チャンネル登録、コメント、高評価してくれると嬉しいです。次回はこの時にやったミラーネイルの紹介をしようと思います。そちらもぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。To what we have to take us to the edge and back.